that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the potion. Loving this devotion.こんにちは、フォトグラファーのモロンノンです。本日はですね、スタジオで作品撮りをしていくんですけども、本日使うのが、今回はこちらのナンライトパボチューブ 230C を使って作品撮りをしていきます。今回モデルでお願いするのは、どうも、ことです。今日はよろしくお願いします。ことさんをかっこよくね、いろいろ撮っていきたいなと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいてね。よろしく。本日お手伝いをいただいているナンライトの名取さんです。今1Cm を撮っています。今はですね、ナンライトのこのパボチューブ自体は充電式で使えるから、こう手持ちとかでもね使えるんですけど、あえて最初はまだこのパボチューブ自体は写真の画角の中にできるだけ入れずに撮ってみました。で、今このセッティングとしてはメインの色はこの手前の青いパボチューブに担っていただき、ちょっとその逆側からピンク色で光をこう演出している感じです。で、今上の方から当てていただいているのは、これがもしないと髪があんまりツヤ感がなくなるんですけど、ありにすると一気にね、このちょっと天使の輪っかみたいのが生まれて綺麗になるので、こんな感じで撮っています。撮った写真はこちらです。今ここちょっと近づけて撮ったんですけど、ことさんの目にこうシュッと、ここのパボチューブの縦の線がシャッて入って、なんか猫目みたいで可愛く撮れました。まあ、どなたかね、もう一人いらっしゃるお友達とかでね、こう取り合うときにはこう持っていただくでもいいんですけど、このチューブホルダーを使えばもう自立でね、こうやって立たすこともできて、こうアングルとかも角度とかも変えられるので、これがあったら結構ね、少人数でも自由自在に撮ることができます。こういうチューブホルダーだけじゃなくて、スタンド付きのものもあるので、これがあるとすごい便利ですよね。一人でね、スチールのカメラマンさんとかってライティングも組み立てる方が多いと思うので、こういうのがあるとすごい心強いですね。概要説明欄にも貼っておきます。で、このこっちで両方立て立てで撮ると、この写真みたいな感じになります。おー、バーだ。バーだ、バーカウンター。これはもうバー。じゃあちょっと次のセッティングをしていきます。さっきはパボチューブの本体自体は入れずに撮っていたんですけど、これもね、すごい絵になるので入れて撮っていきます。ただいっぱいなんか最初からこう組むとどうやって入れようか悩んじゃうので、最初はまず1頭だけを入れてセッティングをしていきます。で、今何枚かこういう感じで撮ってみたんですけど、ちょっとやっぱ髪ツヤがね、欲しいなと思いまして、ちょっとここで足している感じです。フォローいただける方がいたら持っていただいてもいいですし、ちょっとスタンドでこう固定してもいいですね。はい。今ちょっといろいろナンライトのパボチューブを動かしてみたんですけど、私はやっぱり順光気味よりもサイド光ないしは逆光が大好き人間なので、ちょっとねサイド光気味で当ててみました。さっきは2頭使ってたんですけど、1頭でもめちゃくちゃ綺麗。1頭でもめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。このパボチューブの表面がディフューザーになっているので、すごい柔らかい光なんですよね。もし今このライティングを、私がいつも使っているストロボを使って表現しようと思うと、ここにストロボ1頭置いて、そこにカラーフィルターつけて、ソフトボックスとかアンブレラをつけてっていう、だいぶ2、3工程プラスされるんですけど、こちらのパボチューブだったら1個で直感的に色や向きとかを変えられるので、すごい工程が楽に思い通りに光を操ることができます。やばー、美しい。今日のこ
琴先生のメイク、ヘアメイクが非常に映えておりますね。よかったね。先ほど撮った状態から色を変えるだけでこうなりました。ちょっとビューティーっぽくもね、簡単に撮れます。さっき 30C でもうちょっと117cm の 30C だったんですけど、 15C は 77cm です。どれだけ光の当たり方が変わるかちょっと実験してみます。で、この状態でさっきと同じ位置で当てて撮った写真がこちらです。若干やっぱり短くなった分、あっち側の光の当たり方がこう落ちて影が強くなった気がするんですけど、これに関してはもう物理的にね、ちょっと近づけて当てちゃえばその分こう光がこう少し手前とかにこう回るので、近づけて撮っちゃえば全然遜色なく 15C の 60cm のコンパクトな形でも撮れますね。さっきのセッティングからちょっと味付けをしていきたいと思います。味付けで使うのがこちら、ナンライト FS60B を使っていきます。はい、前にね、こちらの動画で 300B は紹介したんですけど、それよりもさらにお安く、値段は3万円くらいですかね。そうですね、3万弱。3万弱でかなり小型で結構手が届きやすいサイズ感ですね。そうですね、はい、60ワットのハイカラーのライトになってます。はい、こちらに何をつけてるんですか。これがですね、アクセサリーでスポットライトマウントって言うんですけど、はい、あの PJFMM36 っていう製品です。はい、この子を使うことですね、光を切ったりとか形を作ったりすることができるので、おこれで遊んでいきたいと思います。思います。かっこいい。めっちゃ楽しいですよね。楽しいです。やっぱ肌ツヤとかを綺麗にしたいから、うん、ナンライトのポポチューブを使っていろいろ写真を撮ってみました。やっぱね、定常光すごい便利ですね、この LED ライト。何が便利かというと、私普段スチールの撮影をするとき、基本的にはストロボといって、パッパッと瞬間的にシャッターとともに光るストロボというものを使ってるんですけど、ライティング慣れてない方だとこうシャッターをしてみないと光がどう当たってるか分かんないんですよね。でも定常光だともうこのままもう肉眼で見た状態のまま光の角度とか当たり方、色などを調整することができるので、ライティング慣れてない方とかにすごいやっぱね、おすすめのライトとなります。で、前にもナンライトの FF300B という製品をこちらの動画で紹介したことがあるんですけれども、今回はパボチューブ230C を使って作例を撮っていきました。結構最近ドラマとかなんかテレビとかを見て、ミュージックビデオとか見てると、なんか本当にこのね、まさしくナンライトさんのパボチューブが最近すごいいろんなクリエイティブで活用されてるなって思っていて、やっぱりこれ充電式でコードレスでそのまま使うことができるので、こう絵の中に入れても綺麗なんですよね。はい、こちらのパボチューブがマーク2で2型なんですよね。こちらが今年新発売された商品なんですけど、旧型と比べて何がアップデートしたのかというと、まず光量が増えました。そして光を放つディフューズ面がより質が良くなったので、めちゃくちゃ光が柔らかく上質な光になりました。で、パボチューブ今ねこう青っぽいのとオレンジ色にしてるんですけど、このような形で自由自在に色や色素、色を変えることもできるし、その明るさ、彩度も変えることができます。スマートフォンのアプリでもこう直感的に色を変えることができます。で、今回メインで使ったこの 30C の長さは 117cm くらいで、まあ私が 155cm くらいなんですけど、まあ、スタンドとかに立てたらね、だいたいこう比較的全身
照らせるくらいの大きさとなっていて、もう一つちっちゃいのがあるんですよね。もう一個小さいのがこちらがパボチューブ 215C です。で、これが77センチでサイズが一回り小さくて持ち運びしやすいのがこちらですね。で、個人的には、まあ、持ち運びのしやすさがいいのはもちろん圧倒的に 15C なんですが、やっぱり大は小を兼ねると言いますか、まあ個人的にはちょっとお財布に余力がある方は 30C で、で補助的に 15C を買うとかでもありかな。でも、もうロケ自体がめっちゃ多い人はもう潔く 15C を買っちゃってもいいかもしれないですね。今回はポートレート撮影で使ったんですけど、例えば商品撮影とかいろんなシチュエーションで使うことができるので、ちょっと他の物撮りとかでもね、ぜひ使ってみたいなと思います。使い方は非常に簡単です。ここの電源をオンにします。するとまずここが CCT という設定から始まります。 CCT はホワイトバランスですね。暖かくしたり冷たくし、青っぽくしたり、ここでグリーンやマゼンタの色も変えることができます。で、今回主に使ったのが、もう一回モードを押すとこれで色を変えることができます。色はヒューとサーチュレーションで変えることができるので、ヒューで色を自由自在にして、それに対するサーチュレーションでサイドをもうちょっと薄くしたり濃くしたりみたいのができます。もう一個押すとエフェクトモードになるので、いろんなエフェクトがあるんですけど、例えばこういう風に色相がループしていろいろ変わるとかもできるので、動画とかはこれ楽しいかもしれないですね。ちなみに充電はここでタイプ C で充電することができます。結構タイプ C の家電製品非常に多いから、タイプ C で充電できるのはすごいありがたいですね。ナンライトさんの特徴としては、製品の質がいいのに値段がめちゃくちゃコスパがいいところですね。理由としては、工場を自社で持っているからこそ質を高くして値段を抑えて販売することができるそうです。で、さらに私自身としても嬉しいポイントが、やっぱなんかこういう製品買うのってなんかサポートとかしっかりしてるのかなみたいな、結構不安なんですよね。私も前に5、6年前に LED ライトをAmazonとかで買ったんですけど、なんか初期不良で全然つかなくって、なんかもう諦めちゃったことがあるんですが、ナンライトさんはしっかりそのあたりのカスタマーサポートもしっかりしてるので、初期不良とか何か破損とかがあった時でもしっかりとフォローしてくださいます。なんかね、ナンライトさんの回し物みたいな感じになっちゃいましたが、もう私自身もパボチューブとプラスして、前にも動画で紹介した FS300B の定常光を使って今撮っているんですが、最近結構ハウススタジオで使う時にも私このライトを必ず持っていくようにしていて、非常にやっぱね、夕方とか暗くなってくると1灯あるとすごい心強いんですよね。最近ちょっともう1灯くらいこの FS300B 欲しいなって思ってるんですけど、結構私の視聴者さんもめちゃくちゃこれ買いましたっていうお声が多く、私も嬉しいです。今これはちょっとソフトボックスをつけていい感じに上質な感じにして撮っています。という形で、本日はスタジオ撮影をパボチューブでやってみたという動画だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。もうね、たくさんかっこいいコト先生を撮ることができたので、もう大満足すぎるんですけれども、この後も最後作例を載せていくので、この写真が好きみたいなお気に入りがあったらぜひコメントで教えてください。今回使った製品の詳細は概要説明欄に載せておきます。では最後までご視聴いただきありがとうございました。フォトグラファーのモロンノンでした。また次の動画でお会いしましょう。